おい、ちょっとなんか、おっぱいの写真送ってくれ、頼む。じゃなきゃクリアできねえよ、俺。おい、ダダこねえぞ、やんない。実況しない。お前らがおっぱいの写真送ってくれるまで俺実況しねえかんな。ふざけんなよ、てめえ。俺がこんな頑張ってんのに。おっぱい登ってるって思え。わかった。すげえ幸せだな、ガンツのさ、スケベなやつみたいな感じで。おい、だったらいくらでも登、じゃあ全然いいじゃん。全然苦じゃねえよ。全然苦じゃねえ。全然苦じゃないんだけど。おっぱいだと思ったら。全然苦じゃねえ。おっぱい食った？おっぱい見るわ。おっぱい見て、実況できない。俺言っとくけど、おめえらが、おっぱい食んねえと言葉発しねえかんな。あ、マリリンのおっぱい来た。あ、すげえや。ケイソンのおっぱい見てて、すげえいいや。よし、これを目の前に置きながらやんべ。オッケー。これいいや。画面の半分マリリンのおっぱいで埋めながらやんべ。お、投げ乳機能すべ。俺投げ銭はやってるけど投げ乳はしてっからよ。いいと思っ、いい、面白いと思ったら投げ乳してくれ、俺に。投げ乳。投げ乳機能入れべ、今度から。投げ銭とかくだらねえから。おまじ 全然登れねえよ。何が投げ乳だよ、バカ。繊細な動きができなくなっちゃった。あ、マジでできなくなってる。ああ。あ、ちょっと待って、マリリンのおっぱいで元気出そう。もうそれしかねえや、俺。もう心の拠り所が。それから39歳のあの男性に電話しよう、すぐ。パパに。おっぱいの件、彼女とのハメ撮り動画でもいいですか？ で、俺がてめえのハメ撮り動画見なきゃいけないんだ、気色悪いな。いやー、でも配信って本当に面白いな。日常生活絶対逮捕されるし、こんなこと言ってたら。本当に幸せだわ。こんな俺の性欲まで満たしてくれるようになったか、ついに。神だわ。あ、そうだな、応援歌聞こう、一回。ありがとう、ありがとう、確かに。応援歌聞こう、一回。ダメだ、おっぱいで流されちった、おい。おっぱいが100件ぐらい来てて、ダメだ。流されちったよ。ちくしょう。